ピックアップ声ボンネーということで、はいえー、今回のピックアップ声ボンネのコーナーなんですけれども <laughs> ままえー、金井ゆかりさんですあどうも金井ゆかりですはいよろしくお願いしますはい、えー、ね<あ>えっと、はい、今回は、はい、ヤマンバのお話という <で>はいあのボイスブックを撮りました <laughs> はい終わりましたはい、今終わりました終わった <laughs> ヤマンバ終わりましたね <laughs> これもうねヤマンバの話っていうのは、はい、もういつかやりたいなと思ってたのに、はい、なんかいしん伝心みたいでしょねそうですね、うん、あの日ちょうど たまたま私も同じ作品を読んでいましたこれすごいよねびっくりしましたねそうだからそれで <laughs> あのー、まあ実際に僕のエピソードというのは結局僕はばあちゃんと一緒に暮らしてたんですけど、はい、ばあちゃんが翌朝なぜか親指をすごい怪我してたんですよ、えー、でなんかもう包丁で切ったみたいにえぐれてるんですよ、えー、で普通に僕の隣で寝てたんですよで、あのー「ばあちゃんどうしたの?」って言ったら「 いやー昨日山ん場来てな「良太郎のことを食べさせえ言うねんつ <laughs>」つって「えっ?」つってそれで「あの良太郎はもううちの可愛い孫ですから、うん、あのー、台所に佃にあるんで <laughs> それで,でなんとかしてください」みたいな今度 <laughs> の言うたら、まあ、ちょっとやっぱり怒れはったなって言って、うん、怒れはって <laughs> ほんでちょっと抵抗したからこれ切れてんねんみたいなこと言われて <laughs>「<laughs> ばあちゃん全力で守ったからな」って言って。 それで「ばあちゃんありがとう」って言ってあのすごいいい子になるっていうねそうおばあちゃんすごい,すごいで大人になって初めてその話が嘘だっていうことを知った時にはさすがに殺意湧きましたよね結構スパンが <laughs> スパン長いのも信じてた時間がすごくあのサンタさん以上に長かったんで <laughs> 長いのそうそしたらたまたま あのこの前あのもうおばあちゃん亡くなってるんですけどおばあちゃんともちょっと似てきたんですね。<laughs> でもう話もめちゃくちゃ上手で関西人なんで、ね、<laughs> それでこの前ちょっと行ったんですよ。<laughs> でい,い,ろいろ話してたら <laughs>、はい、やっぱりその僕の との暮らしにやっぱりまあ暮らしっていうと兄貴もいるし親父もいるんですけど、うん、まあ一番面倒見る時間がおばあちゃん長いわけじゃないですか、ね、僕、まあ、子供が3歳に頃ですから、うん、かなり言うこと聞かなかったらしいんですよ <laughs> それについての愚痴をむちゃくちゃ聞いてきたと <laughs> おばあちゃんから教えてもらってそれで言うこと聞かせるためにこういう方法を使ったのかとひと芝居打ったわけですねこれがねまさかの,その昔の小説とかね、うん、物語を使って こう教育をするっていうかそのなんかうまいことをやるってやっぱすごいことですよね。すごいですね。う も確かに昔話の影響力ってやっぱりあると思うんですよ私は「もったいないお化け」が本当に無理で残したらもったいないお化け来るよってしょそうですねはいそうだよねそれですねすごいよねそう考えるとその原作の力というか、うん、実はみんなそうやって使ってたんですで、うん、に確かにあれエンターテイナーですよね そうですね、お母さんエンターテイナーですよね。まじ、エンターテイナー。どうやって、どうやっていうこと聞かせるかっていろいろ考えた結果。<laughs> エンターテイナーだったっていう。素晴らしいそ。そうなんですよ。だからね、やっぱり、僕らが今やってることってね。うん、あの、すごい。 あのあに残ることなんで、そう,です、ね、そうあのもちろんその文章で残すっていうこともあのやっていくべきだと思うんですけど、うん、文章をまずゼロから一にするってことですね。要は小説を書くことだったり、<laughs> はい、あのまあ脚本書くことだったりだと思うんですけど、うん、それをさらに今度声で読み上げて残していくっていう、うん、一番やりがいあるなと思うんですよね。やりがいはむちゃくちゃあります。<laughs> ね、あの本当にあのなんていうんだろうなあの。 もうね最近ずっとこういうフリートークでも話してるんですけどみんなねあの今の人たちってほとんどの人たちがね過去の小説をベースでね金儲けしてるんですよビジネスも ああまあうん、うん、新作はもう出過ぎてて難しいっていう話も聞きましたよ。残しにくい部分だってまあ例えばもう宮沢賢治一つ取っても、うん、宮沢賢治記念館みたいなのができてはい、はい、じゃあ宮沢賢治を巡ろうみたいなツアーが起きたり。ではたし宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を。 舞台にしたりとか、あの僕らもドラマ cd 作ったりとか、やってるわけじゃないですか。はい、そうですね。そこで要は宮崎賢治が産んでくれなかったら、その時間使えないわけですよね。うん、だから、原作ってやばいなっていうあう。やばいす。そう。まあ、だからこそ著作権というのは、なんで著作権とそんな。まあ、それで悪用されたら、やだっていう遺族のね。あれもあるにしてもですよ。はい。五十年はなげだろうと。<laughs> そうですね。うん、ちょ、来世とかの話。<laughs> そう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 。<laughs> そうだからねあのー、僕ちょっといろいろもずっとさっき考えてるんですけどあのまあまあ著作権どうこうっていうことではなくて、はい、あの今生きてるだけで本っていう企画をやろうとしているんですよ。まさしくまあこうやって今話してることですら本なんですよ。なんと、うん、要は会話 <laughs> 気づきの問題なんです人間っていうのは。だから あの気づけばもうそれはその人から何か得たらそれを本を読んだと変わらないんですねもはや音あのオーディオブックっていうのは要は耳で,で聞く読書って言ってるわけですから確かにそれがもう世間ででは浸透してるわけですよ世界中で、えー、あの世界マーケットでどんぐらいつったかなでも相当ありますね世界市場で今オーディオブック1500億だっつったんで日本,、えっとね、日本はまだ2億,2億5億とか50億か50億ぐらい。 市場が狭すぎる頑張りましょう,そうなのでこの声のマーケットが広がれば、はい、あの皆さんがもっと活躍できるようになるし、うん、であの今アメーバブログが、はい、あれブログやってましたよねやってますやってますよね<な>書いてくれてましたよね <laughs>、はい、この前の「桃太郎」はい「桃太郎」だっけ?「桃太郎」です。うん、で声のブログって始まったの知ってます あ知らないですけど結構前からそういうのあるなっていうのは聞いたことあります。アメブロが始めたんです。アメブロが始めたんですか。そう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 。やらなければ。アメブロやってますよね。<laughs> はい。はい。え毎あの一回三分まで録音できるんですよ。三 <laughs> 分。はい。三 <laughs> 分クッキング。三分クッキングなんです。あれ多分ね <laughs> あんまりあの長く喋りすぎるとサーバーに負荷がかかりすぎるからかなと思ってるんですけど。<laughs> なるほどなるほど。でも実は声本にもあのまあっていうかその喋ったものがそのまま文章になるんですよ。 自動的にそれをちょっと編集すればいいっていうあの喋ったものがそのままテキスト化されるっていうやつなんですけどアプリとかでもいっぱい今出てますもんねそう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 わかりましただからもうそれどんどんやってもらって記事が増えた方がいいんですよだ要は気軽にやれるかどうかっていうのがもう今テーマになってきててうん確かに原作がもともとブログだったりするじゃないですか最近ブログが本人だったりするじゃないですかはいはいはい だからなんか意外と思いついてる自分の小説とかあると思うんですねだけどそれをいちいち活字残そうとするとちょっとめんどくさにったりとかするんですよだから例えば、はい、なんかまあ居酒屋で飲んで 話しててるる時のの雑談っっいうのが実はすすすげーよかったりするわけであそれはわかりますあの、うん、劇団とかで座長が話してるやつは取っときたいですもんもた、ま、魂の演技論みたいなこと話してたりするじゃないですかその作品についてとかって <laughs> はい、はい、そう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 ,そ,う,そ,うそれだけで本やんみたいなだけど人間って不思議なんですけど <laughs>、うん、あのその時はうるせえとかって思っちゃうんですよね。う,ーうわなげーみたいな 今じゃない時にいいだよなたい,なたいそう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 。<laughs> それに気づいたんです僕。ああ、なるほど。だから生きてるだけの本っていう。その、うん、さっきのまあばあちゃんの話なんですけど、はい、ばあちゃんっていうのはそもそもあのあれだったんですよ。あのもう大大王女でまあ99歳まで生きたんですけど、まあまあ中国大連 で、あのおじいちゃんの愛人だったんですね。で、僕の。で、三人、で、じいちゃんが、まあ、結構な人だったっていうことも、後で知ったんですけど。結局、まあ、すごいいろいろ経験、壮絶な経験をしてきて、まあ、戦争も含めて。で、まあ、大阪帰ってきて、女で一人で、あの、寅さんみたいなことやってたんですよ。ま僕もよく喋りますよね。これ、なんで喋るかと、これ、ばあちゃんの遺伝なんですね。素晴らしい。ばあちゃんの力なんですよ。口がうまいんです。 であの口だけで全国のデパートでの,の実演販売員としてもう引っ張りどころだったんですようわの大阪の高槻に一軒当て,てた人なんですよ <laughs> で子どもさんに全員大学いっぱい出してるわけですよすごい,いその時代にね<う>すごいですねすごすぎと思って日本で初めてミキプルーンを売ったらしいんですけどあとウーロン茶とおにぎりもばあちゃんが売ったらしいんですよ <laughs> おそう ちょっとは一つの電気ができそうですねそう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 ,そう <laughs> でそういう話とかを、はい、まあ多少は聞いてて多少は記憶あるけど <laughs> 僕が商売を始めた時とかにうん、うん、いざヒントが欲しい時に聞きたいじゃないですか聞きたいその時にはもうすでにボケちゃったんですよあ<ー>で結局僕は親父かおばちゃんしかそのばあちゃんの話聞けないわけですよう そうするともうちょっと弱いんですよね。うん、確かに。うん、だから本人から聞かないと、うんうん、あのやっぱりあの着,着色されちゃうっていうか、主観が入っちゃうんで、うんうん、通訳と一緒なんですよね。そうですね。そう、だからそれを素で残しとくってことがむちゃくちゃ大事だなと思って。素晴らしいですね、うん。なんで生きてるだけの本っていうのは、あともう一つあるのが、あの、僕ね、Kindle ってあるじゃないですか、今。電子書籍、Amazon の。はい、はい、はい。 読んだことあありますかあれで本いやー全然電子書籍はないですかないですね今ねだいぶシェア増えてきたんですん<ー>昔に比べたらで紙で読む本ももちろん楽しいんですけど、はい、あの電子書籍であればなんですけど、はい、アマゾンのキンドルであの本出すことがうちができるんですよ実はなんてこったい、はい、もう<の>手広いんだから手広いってすでにそれ <laughs> すでに5年前にやってました。それ最近思い出した。思い出今、今のタイミングだったんでしょうね。きっと。そういうことなんですよね。だから、あの、皆さんに今言ってんのが、僕、あの、キンドルに出せるんで、世界中で販売できるんですよ。だから、あの、刑務所の、あの、極相っていう話、僕やってるじゃないですか。あれ、すでにキンドルで売ってました。それ、忘れてました。 で、あと、なんか、17歳の女の子が、なんかの写真集出してました。はい、写真集。うーん、そっか。<laughs> なんかね、ちゃ,ちゃんとしたですよ。あ、えー、しかも、それ歌歌ってる子だったんですけど、歌姫みたいな可愛い子だったんで。<ー>で、その写真をプロの人に撮ってもらったやつを。なんか、出してたて、えー。調べたら出てきて。えー、あ、そうだ、k i n d みんな出させりゃいいんだと思って。えー、で、それは最終的に、また。はい、要は。それを、まあ。 でも重要なのは要はブログみたいな書いても面白くないんでん重要なのは本にするにはどうしたらいいかってことなんですね。ここはあの、まあ、さっきのトークでも言ったんですけど本当にタイトルにしか興味持たないですよ人間って基本的に。 まあそうですね本買う時とかもこう、うん、自分で新しいもう何かを探す時ってタイトルでなんとなくビビッときたやつとかそうですそうですそうですね、はい、だからまずそのタイトルをあのちゃんとつけてあげるだけそのタイトルのアイデアだけは出しまくったほうがいいです <laughs>、はい、曲の,名あの選曲曲の,の名付けと一緒なんですけど、ね、<laughs> 確かにありますよね曲名を決める時のとかって大事で実は中身はどうだってよかったりするんですよでみんな勘違いしてんの

2か、あのー、月に1回ぐらいね、はい、本書いてほしいかな<ー>中身別に10ページとかでもいいんですよ <laughs> だって「石川啄木って、はい、短編短歌のずっと連続なんですよ「<ー>一躍の砂」っていう作品あるんですけどはい、はい、あれこの前にボイスブック撮ったらずっと短歌言ってるだけなんですよ。<laughs> なのに一躍の砂っていうタイトルと石川卓文区だけめっちゃ有名じゃないですか有名有名ですそう。あと銀河鉄道の夜もそうなんですけど銀河鉄道の夜の本編知らない人圧倒的に多いじゃないですかはいあれそうですねまあ実際今やこの前やったんですけど長えと思って、はい <laughs> そう宮崎錦治の話むちゃむっちゃ難しいなっていうのが難しいです、ね、そうでもなんかしんないけどみんなタイトルでやられちゃってるんですよね。なんとなく触りの部分を教科書でやるっていうぐらいはありますよね。だからそれは最初下手くそでもいいんで、うん、もう2か月に1回とかマストで決めて本書いてみてほしいんですよねみんな。<laughs> それ、筋トレで出すとするじゃないですか今や、もう筋トレで出したたら十分出版の著者なんですよ、もう。だって全世界ですもん。じゃあ、そろそろ始めますかやってください、ぜひ。それでね、自己紹介するときに私、ブログやってるんすよねみたいなこと言ってもおおみたいな、別に当たり前じゃんみたいな。でも私は一応まあ こういう本出してるんですけど。かっこいい。<laughs> <で>かっこいい。<laughs> まあ、でも、まあ、まだ、あの、まあ、今のところ電子書籍なんですけどね。とかね全然売れてないですよ。売れてないですよって言って、タイトル。面白さとか。誰か <laughs> 確かに。そう,そうそうそう。<laughs> ほんでまあ、でも実は10ページで終わりなんですよみたいな。とりあなるだけって、もう、それが面白いすごい。10ページじゃあ、すぐ読み終わるみたいな。うん、で、いくら1500回、たけたあそういうやり方もあるだろうし <laughs> そうそう、その代わりこの10ページで人生変わったっていう人、むっちゃいるんですよって <laughs>。言ったら、みんなちょっと興味持つでしょ。もうめっちゃ興味持ちます。でも10ページだからさ、すぐ読み終わるからっつって、もう10ページで人生変わるからっつって、うん、読んでみてよとか言ってやるわけよ。<laughs> それ言っもいやねそういうのをあえて作ってみるとかねあ確かにでも全部実験なんですよ結局それ面白いって思った人が買ってくれるかもしれないしうん確かにだってなんでっつったら歌ってむちゃくちゃ歌詞短いじゃないですかあんな短いね中島みゆきの「糸」っていう曲にむちゃくちゃみんな共感して泣くじゃないですかだから10ページでも実はねもしかしたら号泣させられる可能性十分にあるんですよむしろ長いぐらいの ただみんな小説って長いっていう概念を持っちゃってるんでそうですねでも青空文庫見てたら小説短いのとかあるじゃないですか残ってるやつで「じゃこりゃと <laughs> はい」と二言三言みたいなやつあるじゃないですか、はい。ってことは大丈夫だっていうことなんですよ。<laughs> もうそれもう何百年も前からそうだったってことなんですよ。<laughs> 確かにさっきの短歌とかも考えればそうですね短いのがいっぱい入ってるわけですよね。 なんかありますよねそういう刺繍みたいなやつとして書籍で売ってるじゃないですかだったらそういうふうにしたいばいいと思うし確かにそうですね10ページでも多分結構な量ですよ何文字詰めるかにもよるんですけどで本当に紙残したいんだったらプリントアウトしとけばいいんですよそれを遺品として残しておくみたいななんかあった時にねそしたら誰かがまたそれをだから身内の方とかどんな方がどこで見つけるか分かんない。 <laughs> でそこにやっぱりいっぱい血を入れとくんですね。うん、ああそうだったんだ。ひひひひひひバージョンマジでこんなこと言ってたんか。<laughs> 声でも残ってるわけですよ今や。うそうですね。うん、やばい。っていうだから自分で書いたものを自分で朗読する。でも最高なんですよ。うん、最高だ。最高です最高ですそれは。 でそれを「ちゃんと本ででも売ってる、うん、売っっててるるるから説得力があるんですそうですね <laughs>、うん、なるほど!」って僕思ったんですね。それでその次に今やりたいのが、はい、その次というかその声本棚っていうのを今考えてて<ー>声本棚ってどういうことかっていうとあのいろんなスナックとかあるじゃないですかはい,、はい、いろんなお店にあの CD を置いてもらうってあるじゃないですかよく。それを声本置いてもらうにはどうしたらいいかなってずっと悩んでたんですよ。<laughs> ってデジタルだから普通置いてもらえないじゃないですかそうですねやり方があるんですよポスター作るんですポスターなるほど本棚のポスター作るんですああでそこに本のように置くんですああで置いてそこに QR コード貼ってくんですねなるほどなるほどそしたら例えばその店のママが例えば宮沢賢治が好きだとするじゃないですかはいはいだとしたら宮沢賢治特集のママの店だけの一枚を作るんですねうん で本棚のデザインであとその店に合わせてちょっとレイアウトとかデザイン変えてもいいわけですあ確かにでそれでバンって置いとくんですよはい、はい、そしたらママが宮崎県好きだからお客さんと話のネタになるんですよ、ねうん、これ何っつってこの本でこの本ねーっつって話できちゃう <laughs> すごいママ俺それ聞きたいよだから QR コードで撮ってよってなるわけですよでママはアフィリエーターなんでうん、うん、要するにそこであの 誰か買うじゃないですか。一、はい、時間後にその売り上げの五十パーセントが入るんですよ。<laughs> これすごくないですか。うまい。<laughs> だから。ママにあのアフィリエイトさせちゃうんですよ。<ー>実現喋らせてちゃうっていう。すごいすごい。面白くないですか。面白いですね。親分スマックやる。 声盆スナックおで、そういう時に例えばじゃあ金井さんがあのママやる日あるとするじゃないですかいらっしゃいそう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 で、あのこういママその時は金井さんがアフィリエーターになってるはいあの声盆棚を貼っとくんですよあ、今のところ桃太郎とヤマンバのとか、そう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 まあもしくはもうチラシでもいいじゃないですかはいはいはいで、やっとくじゃないですかそれでまあずっとそれについて会話するじゃないですかうんうんうんほんと目の前でこうやって買ってくれるこうやってどうやって買うのいやこうやって買うのよとか言って 教えてあげるで買うじゃないすかペーパルってやつがあるんだよ今みたいなやつで買うじゃないですかしたら1時間後にママの口座に50%入ってる入ってるわ自動的にそうかこれがリアルとの融合だと思ってああいいっすねそれいいでしょ夢みたいでしょ夢みたいな夢みたいなんですけどこれ本当にできるんですよあっスナックやりますかやりますか まあスナックではないんですけどうちで今ちょっと契約した方で太宰治朗読家の方がいて原清さんっていう方がいますあ今日見ました今日あ見てきた今日こうツイッターじゃないあの声本ちょっとなんか見ようと思って見ててその女性が一番最初に出てきましたあそう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 で原清さんの本番が実は昨日今日かな今日明日かなあ昨日今日かな 本番中、<laughs> 本番中、あのあの人、あのダサいおさむの本当に朗読会、ああ今日朗読会だったんですね。に出演されてるんですよ。で。 あのそのようにチラシを、原清さん専用のチラシ作ったんですよ。でそれはもう、あの二つ取ったんで、走れメロスと応答っていう作品なんですけど。この二つの Q. R. コード、バンバンって貼ってあって、原清さんの写真がバンってあって、五百円って書いて。まあ、結構すごい方なんで、値段もちょっと高いんですよ。なるほど、じゃあ、私が舞台に出てる時に、そのホンダのピッてやってくれたら。そう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 。興味持った人が来る。すごいじゃないですか。そうですよ。まあ、リアルもできるんです。やべえ。てか、それ自分で作れるんですよ。おお。 ううん、だって QR コードなんて別に無料で作れるんですからそれをだからチラシにしてこういうの書いて私が朗読してるやつなんでよかったらって目の前でだって朗読引いてるんだから一番興味持ってる人じゃないですかそうすね一番買う可能性が高いんです。あ だから物販ってなんで売れるかっつったって鉄の熱いうちに売ってるからははい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 。ね、だから今買って今今後でじゃなくて今買ってくださいって言っていやていうそうしたらめっちゃこうピッてやるだけですもんねそう,うピッてやってやこの後クラ<々>決済できるんでっていう風にできるからんそんな簡単な話ないでしょっていうない,ないだからまあこういう問題だって発想もあるし皆さんの営業としてはそうやって QR コードを作ってこうやって配るだけでいいんです じゃあ金井もそろそろ朗読劇出るしかないなこれ。そうですね。わかりました。あとはね <laughs> 飲み会の席とかに行くときに名刺を持つんですね。ああ<ー><で>その裏にあの名刺の裏に QR コード貼っと <laughs> うわー出た。で金井もう金井ゆかりのページがあるわけじゃないですか。はいはい。金井ゆかりのページにさえアクセスしてもらえれば作品が出てくるわけなのでうんで、うん、あの一個一個の作品でやっちゃうと名刺何個も作らなきゃいらなくなっちゃうんですけどうん、うん、一個でとりあえずいけるんですよ。 なるほどで何かあった時飲み会でも何でもどこ行った時にでも「いや一応私これあのボイスブック作ってるんで」<laughs> 夢広がる」でそこから買ってくれたらあのかなえさんに入るんですよ自動的に <laughs> うわ<ー>よくないですかあすごいすごいすごいです,、ね、すごいしか言えない <laughs> <laughs> でもそれやれるんですよもうすでにうんやってこう <laughs> で名,名刺なんて今、はい、あれですよあの100枚すんのに500円ぐらいですよ いやくなりましたねデザインなんてぶっちゃけもういくらでもできるんで今スマホでできるんで無理にかっこよくする必要もないんですよ別に「金なゆかり」って書いておいてね朗読家とか声本声本のみたいもいいじゃないですかほんでもう「金なゆかりバーン」っつって「裏見てね」みたいな書いておいてでバーンみたいな QR コードバーンって。 もうそれでここから買ってって <laughs>。みたいな感じにして配りまくるんですよ。<laughs> <ん>配りまくる。確かに。したら千枚二千枚すぐ履けますよ。それいいですね。そう。うん、メモとか <laughs>。でも下手な話いろんなところに貼っとけばいいんですよ。うん。うん、電車内でもいいし。そうですよね。いっぱいいますよ。ターゲットなんて。うん,う,んう,んうん。うん そうですね。お世話になってる劇団さんがやっぱりその子供たち向けとかにやったりするんで、お母さんにそのまま名刺を渡せばきっと買ってくれる。名刺名刺すごいいいですね。名刺でしょだからもう本当に発想の次第仕方次第なんで、まあ本屋さんの近くにいる人多分あのターゲットにして、あのすみません僕私こういうもんですっていきなり名刺を渡して、極端な話ね。極端な話ですね。そうそうそう。

自分で書いて上手くなっちゃってもいいと思う。怪しべかそうみたいなる。ない <laughs>、うん、でいやどんな絵が望まれてるかなで今わかんないですから、ね。<あー> <laughs> 例えばあの後ろにあるあのビートルズの絵あるじゃないですか。はい。ハンなんかある意味誰でも描けそうだけどすごくすごい扱いになってるだけなんです。本当<う>だ。<laughs> でもだから絵なんて書いちゃった方が勝ちなんですよ。わかりました。はい。前向きにいきます。書 <laughs> いてみよう。 じゃあ今回のヤマンバの絵を描いてください。やべ。ジャケットは金井さんがデザインする。やばいあつきた。鉛筆書きでもいいんで、鉛筆書きで色鉛筆書きでもいいから書いてもらって、でそれをまずアプリであのスキャナーがあります。無料で使えるスキャナーのあのアプリがあります。もうそれダウンロードしてもらって、紙で書いたものですら取り込みが今デジタルにすぐできるんですよ。もうそれをやってもらう。についていけそれだけはできるでしょ。でも。 それぐらいできはでそれにだって自分の作品じゃないですかちょっと思い入れ出るでしょはいでそれで文字とかはこっちでもこっちで入れますから絵だけとりあえず書いて送ってもらえればえでもそれでこの前ねあの実際色鉛筆で絵描くの好きな人がチューリップっていう作品をあの読んでもらったんですよそれでチューリップの絵描いてその日送ってきましたよでもそれでジャケット確定なんでこれ過去にも実はあったんですよその事例が僕に。 それはこそ絵本としてオリジナルの絵本としてで出してたまた出た金ドルそしたらその人にスポンサーがついて個展までやったんですよへえすごいその後ドイツに留学したんですよね話がすごいぞすごいことになっちゃってそうそうそうだから興味があればやってみるってのやっぱりすごい大事ですよ それがそうですね。金にはたれてないと思います。あ、でもそれは何かが必要と思うからです。必要ないんですよ。別に、もうスマホでできるんで、バババって。時代についてこ。そうそう。どちらにしても別についてこなくてもいいですよ。じ自分の好きなよやればいいんですよ。好きなことだけ。好きなことだけやればいいです。確かに。そう。だからそれ絵描くのはちょっと苦手だなと思ったら、はい。それともう別に絵描かなきゃ。いいしじゃあもう山々みたいな人取っちゃおうつって。 それかもしかも自分がヤマンバメイクしてそれで撮ったりこれらしいですそっちの方がまだいける気がするそれも面白いじゃないですかヤマンバメイクして私がヤマンバの話っつってジャケットを取ったらそれれ面白いでしょそはいける気がしますだからもう何でもいいんですよでも自分でクリエイティブしたことには間違いないじゃないですかオリジナルなんですよそれだけであ確かにすごいでしょすごいすごいだからこうじゃなきゃいけないっていうことをみんなとらわれすぎてるうんとらわれちゃいますねですよねまあとらわれる方が楽だ たりする場合もあるんですよ。あんまり自由な発想すぎると、生きるの辛くなるんだよ。うん、<laughs> どっちもどっちで。すけどねどち,どち,ちょうどいい塩梅で。<laughs> ちょうどいい塩梅で、ルールがあった方がいいんですけど。はい、はい。ということでね。はい。金井さんと。あの、全然金井さん紹介してないんですけど。<laughs> まあ、金井さんはそうやって、話が面白いっていうね <laughs>。話のノリがいいということで。 いろいろ見えてきました。<laughs> はいはい、なんでも前向きにね。なんでまあそういうことで、あのー、金井さんこれ今後まあこういうものも頑張っていただきたいんですけども、はい、それ以外には何か予定はあるんですか今のところ予定はないんですけどでも、あのー、舞台とかろうん、うん、朗読劇に一回も出たことがないのであそうか、はい、じゃあ朗読劇のプロデューサーやってくれます、うん プロデューサー?。朗読劇の、えっと制作主任みたいな。あれ、出たいって今言ったような気がする。そうそうそう。出たい方ですよね。出たいんだ。そうそう。出たことないんだもんね。そう、出たことがない。あれほど。な朗読劇出たことないか。うん、朗読劇はね。でも、まあ、あの作品作ってね。うん、まあ、でも、あれですよ。規模とか、いろんな考え方がありますから。有名な。 ミュージカル出たことあるでしょ今日の今夜のラジオで、はい、あの9時から発表しますけどあれなんですよ宮古島でミュージカルをやりたいっていう企画が、はい、あの僕の中で今あって <laughs> すごい <laughs> ほんあでもラプンツェルをそこに持ち込もうっていう企画がある<お>おおラプンツェルを持っていくのか <laughs> っていう話だったんです、はい、でそれで、ね、実際に宮古島の関係の方とこの前まあ会合があって、はい、うん実際にその あの僕の最終目標はリアルな海で「リトル・マーメイド」をやりたいって言ったんですああいいですねそれはできますって言っちゃったのあの大山先生に言う前にあれそうそうで金井さん大山先生経験者じゃないですかむしろ大山先生に人生変えてもらったりそうじゃないですか大山先生の人生は今僕がずっと変え始めてるんですよで本当にリアルな海で「リトル・マーメイド」はできますやりたいんですと。 いう話したら、それめちゃくちゃ面白い話になって。そうですね。いや、大山先生ならやってくれると思います。やってくれる。で、大山先生も話したんですよ。そしたら、あの、めっちゃ盛り上がって、また大山先生。あ、やっぱり。すごい、カードルは高そうだけど、めちゃくちゃ話題になりますね、それって。で、それをやろうっていうことで、プロジェクトが立ち上がっちゃいました。お。すごい。なので、いずれ、あの、出演を含めて、できるように、今から精進していただければ。はい。 はい、そうですね。ダンスしたりとか、そう歌,っ歌ったりとか、うん、まあ、泳いでもいいし泳い。泳ぎは一応用紙膜でできますよ。用紙膜。<laughs> できる。<laughs> はい、あの、あまりにも、水泳できなすぎて、スクールに入れられた派です。おでも、水泳って、意外と生涯役に立たないじゃないですか。はい、あの、<laughs> で、でも、まあ、今別に泳がなくてもいい方法でいくらでもあるにしても。うんね、初めてその水泳習っててよかったってなるかもしれないし。<laughs> まあ要はイルカショーを生の人間でやるのもんですからあそうですね、うん、そうドルフィンね <laughs> そういろんなほらリトル・マーメイトっていろんな役あるじゃないですかイカ,イカだったりとか魚の役とかいっぱいあるじゃないですか、うん、ぜひちおもろいなと思ってぜひ悪女やりたいですねねそういうことなんですよ <laughs>、はい、でそれをのプロジェクトが今もう立ち上がったので、うん、まあ時間はかかるかもしれないですけど、はい、もしかしたらすごい早く実現するかもしれないし <laughs> もう海がすでに候補の海が,上がるんですよ<ー>もうここならできるってもう宮古島の人が言ってるんですよんでその,じそのなんかその持ち主みたいな人に話ししてみるって今話になっててくぼ、はい、になってるらしいんですよ<ー>でそこだから観客とかつく客席作って上からガーッて見れるようにしていくっていう。い <laughs> 海綺麗ですからいいや最高じゃないですか本当の海ですか。す本当の海で雨季、うん、じゃない時にやればいいんですよ。2か月間とかね毎年その時しかやんないみたいなとりあえずそうです、ね、宮古島ってオフシーズンがあって、うん、全く人が来ない時期ってやっぱあるんですよ。夏暖、うん、かい一年中あったかいし海も綺麗なんですけど。 あのやっぱり観光客があんま来ない時期ってあるみたいで、だからそれをあの来ない時期にあえてそれをやるとミュージカル見たいから行くってなるでしょ。ねもうそういうことなんです。すごい。うん。ということを今進めようとしてますが、え金井さんもいずれ絡んでいただけるように。はい。精進します。頑張ってきます。はい。ありがとうございます。リスナーの皆さんにちょっと何か自己紹介なりメッセージをちょっとお願いします。ブログ欄内でも結構です。ここであええと金井ゆかりです。 はい、声ボンヌやらせていただきました。えっ、えと、ヤマンバの話、だいぶ、えー、とヤマンバに力を入れましたので、ぜひ聞いていただければと思います。うん、えっと、ブログ、アメブロやってます。ツイッターも一応やってます。えっ、ー、と、えこのツイッターの番号とか覚えてないんですけど。<laughs> うんうん、なんか、なんかで調べたら出てくるんですよね。 大体出てきますですですよね、はいはい、あと「金なゆかり」で出てくるのは私とバ、うん、イオリニストだけなんで大丈夫だと思います。あと「あの声本」で検索すると金なさんのブログ出てくるからね。<laughs> え<ー笑> うん。あれ?。それで書いてくれてるの分かったんですよ。ああ、そう、そういうことですか。そう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 。ああ、そう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 。そうれって、あのー、エゴサーチするんで、僕は。あ, <laughs> ある意味。声 <laughs> 本 <laughs> イコール、僕なんで。ああ、そう。エゴサーチをするという。ちゃんと書きました。はい。はい。ということで、かだいさん、これからも頑張ってくださいね。はい。か、はいはい、しこまりました。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。